はい、皆さんこんにちは。今回はですね、本日発売の任天堂スイッチお化けいどろ、はい、やっていきたいと思います。なんかいわゆる追いかけっこゲームのちょっと軽い版って感じなんだろうか。あのデッドバイデイライトとか、13日の金曜日の男の子の子と女の子が逃げてる、いわゆるあのケイドロのなんかお化けバージョンみたいな感じなんだろうか。お化けと追いかけごっこみたいな。でなんか箱の裏見たらなんかオンラインプレイもできるって書いてあるし、おーキモい。いやキモくなかった。ちょっと結構ね、3800円ぐらいだったからいいかなと思って買っちゃいました。本当はスナイパーエリート V3、 今日発売のスナイパーエリート V3 を買うつもりでゲーム屋さんに行ったらこれも売ってたからつい買っちゃった。こういうこう、なんだろう、追いかけっこゲームはあの13日の金曜日のやつしかやったことがないから、まあ、軽めだし、まあ、子供向きっぽいなと思うけど、ちょっとやってみたいなと思う。でもこの二人がなんか微妙にグラフィックがキモいな。キモ川系？赤い月。とりあえずチュートリアルがあると思うし、チュートリアルやっときたいな。誰か助けてくれ。お化けや。あ、ランタン。止めてくれ。あ、ギョッみたいな顔して。鬼火が可愛い。この二人は、可愛いけど、ちょっとキモいからキモ顔系だ。人間！見つけた。くそ、まずいことになっちまった。ひでえ。逃げろってか。あ、なんか来た。うわー、キモい。こいつはキモい。キモい、こいつはキモい。このままだとお化けに見つかってしまいます。イエスサー。チュートリアルスタート。パスボタンでしゃがむ。なるほど。この二人もよく見たらまあ可愛いか。いや、ミニお化けが来た。見つけた。いつの間にかランタン二つになっとるし。なるほど。逃げまくる。うわー、うわー、捕まった。ぽいピヨタアレス君っていうのか。なるほど、鬼ごっこか。カチッ、まさに鬼ごっこだな。鬼火の力、 Y ボタンでランタン発動。おー、ピュッタ。逃げろ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 。フィニッシュ、おめでとう。ランタン発動、牢屋解放スイッチ。なるほど。制限時間3分。なるほど、3分っていうのは結構いいかもしれんな。お化けいどろ、
逃げろ逃げろ逃げろ、はいはいはい、あ、来た、逃げ出した子供たちを探しましょう。あー、そっか、お化け、お化けの方か。見つけたぞアレス君。そっか、お化けの方も遊べるってことか。待てー待てー、アレス君。おりゃ、捕まえた。よいしょ、ボヨン。なるほど。あ、いた。あ、そっか、お化けだから建物すり抜けれるんだ。あ、でも遅くなる。待てー、こっちは名前がわからない。おりゃ、おりゃ、捕まえた。お姉ちゃんも捕まえた。ストン、やったー、フィニッシュ。おめでとさん。顔がキモい。なるほど、人間を捕まえる。ああ、なるほどね。あ、ジャンプもあるのか。なるほどなるほど。あらかたのルールは分かった。追加コンテンツが解放されました。集めた金ショップで使える。称号をゲットしよう。なるほど、かくれんぼ名人。オフラインでけど、あー、なるほどね。はい、てな感じで、本日発売の任天堂スイッチお化けイドロ、チュートリアルやってみましたけど、これ結構オフラインもあるし、結構遊びやすそうで、普通になんか面白そう。はい、てな感じで今回は、はい、ここで動画終わりたいと思います。次回はこのオフラインもやってみようかな。慣れてきたらやっぱインターネットかなって感じで。はい、よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。